着が左旋回を開始しました。本日の展示飛行は短期で行い、今離陸した T4 着は編隊内では3番機になります。福岡県津浜市と山口県航空北基地で行われている呼吸操縦課程を卒業した学生パイロットビッグバンを調査するために飛行しております。皆様、会場正面をご覧ください。先ほど日本が3番機が進入してまいりました。3番機はこのまま速度、高度、傾きを保持しながら一周し、進入してきた海上左手に向かって離脱していきます。
体から分かれた2番機が滑走路上空で横水平方向に八の字を描くように急旋回を始めました。現在の速度は時速360キロ、機体の角度は60度です。この急旋回の間、パイロットは地上の2倍の重力に耐えながら高度と傾きを一定に保ち、3番機はこのまま速度、高度、傾きを保持しながら一周し、進入してきた海上左線に向かって離脱していきます。
から会場試合表をご覧ください。 G1 による空挺効果の展示をご覧いただきます。できるか。